モンスターブラックホワイト。主人公は3匹のポケモンの中からパートナーとなる1匹を選び共に旅をします。ポケモンの研究をしている荒木博士、主人公の力となる幼馴染たち、新しい旅が始まります。主人公の前に突如現れる謎の人物 N。 人々にポケモンの解放を呼びかける怪しい集団プラズマ団。数々の謎を追いかけるうちに、物語は伝説のポケモンレシラー、ゼクロムの秘密へとつながっていきます。物語の舞台は一種地方。近代的な街だけでなく、四季折々に美しい大地の変化を楽しむことができるこの地方では、今まで誰も見たことのない100種以上の新しいポケモンと出会うことができます。中には季節ごとに姿を変えるポケモンも。今作のバトルでは、今までのシリーズになかった新しい技も登場。シリーズ初3対3のバトルも。旅の途中で手に入る C ギアで様々な通信機能が使えるようになります。冒険しながらリアルタイムに通信、ゲームを進めながら近くのプレイヤーとつながることができます。またお互いの状況を知ることができます。ピンチの時、回復パワーを送ってあげるなど、お互いに助け合うことができます。他のプレイヤーの世界を行き来できるハイリンク。他のプレイヤーの世界に入って旅の手助けをすることができます。DS で会話を楽しむライブキャスター。 DSi のカメラとマイクの機能を使って顔を見ながら会話ができます。見えてる？最大4人まで楽しむことができます。ポケモングローバルリンク、ゲームと連動する専用ウェブサイトでいろいろな遊びをパソコンでも楽しむことができます。自分のバトルの記録をワールドランキングで見ることができたり、ウェブサイトの中で仲良くなったポケモンをポケットモンスターブラックホワイトへ連れていくことができます。ポケモンで遊んだことのある人にも、初めてポケモンで遊ぶ人にも、誰にとっても完全新作、ポケットモンスターブラックホワイト。発売からの1ヶ月間限定で幻のポケモンビクティニに出会える特別な道具をプレゼント。